に陥った超能力者の絶不調っぷりを教えてください。5分間スタートです。はい、スランプに陥った超能力者の絶不調っぷりを教えてください。スプーンに昨晩のカレーが残ってる。負けだよ。おー、スランプに陥った超能力者の絶不調っぷり教えてください。ハンドパワーって言いながらなんか今でしょのポーズをしている。気づかなきゃ。スランプに陥った超能力者の絶不調っぷり教えてください。あなたのカードを当てますって言ってカードを引いたらスランプの4が出てる。スランプに陥った超能力者の絶不調っぷり教えてください。すいません、今日能力がなくなっちゃいました。スランプに陥った超能力者の絶不調っぷりを教えてください。テレビ番組でもう調子悪いなりにわーってハンドパワーを披露したんですけど、司会の人がいやーナイスハンドでしたね、うん、ハンディハンディ。ぬるぬるの家電量販店でありそうなこと5分間スタート。ぬるぬるの家電量販店でありそうなこと、他店でも少しでもヌルヌルだったら言ってくださいって言われたんで、他店のヌルヌルの炊飯器を持ってったら、聞きたい。なんか違うんだ。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。ダイソンの羽のない掃除扇風機みたいなやつの内側に巻くみたいなのが。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。マッサージ機に一度座ってしまって積んでしまっているおじいさん。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。お客様、お待たせいたしました。冷蔵庫、僕携帯しかわからないんです。せっかく来たのに。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。冷蔵庫開けたらサンプルのナスビみたいなのが入ってあって、なんかそれだけカピカピに乾いてて。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。若者熱くん、梅田よどくん、なんか店内 BGM になんかコッポーみたいな音が。そうはなんないでしょ。ヌルヌルの家電量販店でありそうなこと。YouTube に子供たちがヌルヌルのピアノで一斉に YMO のライディーン弾いてみたっていう動画があって、一発でテンポがバレる。そこしかないからヌルヌルの時点で。はい、意外なところが引っかかった人間ドックの結果。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。館内着の着こなし。36ポイント、差じゃないよ。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。関数字の年齢珍しいな。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。珍しいさ、肋骨が噛み合ってる。悪いんじゃない。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。3時間46分って書いてあってニューレコードって書いてある。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。心臓にクラピカのジャッジメントチェーンが。びっくり、だ相当びっくりです。そんな意外なところが引っかかった人間ドックの結果。あー、スケベなレントゲンしてますね。意外なところが引っかかった人間ドックの結果。午前中に予約を入れてるのに午後に予定がない。いいじゃん。いいじゃん、別に。ショーに意外なところが引っかかった人間ドックの結果。自分で持ち込んでバリウムをホッピーで割ろうとした。はい、このマッチョ猫みたいだな、どうしてそう思った。2問目スタートです。このマッチョ猫みたいだな、どうしてそう思った。一番褒めてもらえる場所を知ってる。猫ってあるんすよね、それね、なんか。このマッチョ猫みたいだな、どうしてそう思った。めっちゃ迷惑なんですけど、なんか自分が使った後の器具にめちゃめちゃ砂をかけている。このマッチョ猫みたいだな、どうしてそう思った。家族に太るところを見せない。マッチョにとっての死なんですね、それは。このマッチョ猫みたいなな、どうしてそう思った。よその家ではのっぽと別の名前で呼ばれている。あるけどそういう猫。それぞれのね。はい、このマッチョ猫みたいなな、どうしてそう思った。
鈴のついたシックスパックをつけてて震えるたびにチリンってなってる。この場所猫みたいだな。どうしてそう思った？こいつの画像をアップするだけのインプレゾンビがいる。全員何を作ってるか分かってない工場5分間スタートです。全員何を作ってるか分かってない工場。工場長、あの生クリームと銅が切れました。ありえる？全員何を作ってるか分かってない工場。コーヒーに鉄と竹豊を混ぜている。有限すぎるでしょ。全員何を作ってるか分かってない工場。押したいボタンを。ダメ決めなきゃ。全員何を作ってるか分かってない工場。なんかこういう湯気が出てる。やばいでしょ絶対。全員何を作ってるか分かってない工場。作業場で音楽が流れてるんですけど、君をずっと幸せに、君をずっと幸せにってここだけループしてる。持たない。メンタル持たないってそれ。全員何を作ってるか分かってない工場。あの素手の人と手袋の人がいる。メンバーが100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。電車の前2両から一気に降りて。一番早いんだ。結局車だったら台数がね。メンバーが100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。なんか合体ロボの関節が細かいんで、なんかめっちゃ滑らかにランニングマンする。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。レンジャーカレー発売中、シールは100種類コンプリートしてくれよな。厳しい。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。合体がキモすぎる。無駄で人間だ。メンバーは100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。女はピンクしかいない。ちょっとね、アップデートしていきましょう、そこは。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。あの丸刈りのレッドがムチムチのピンクと別れたらしい。100人もいればなんか。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。久しぶりに数えたら104人いた。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。出動要請が来たら、そのスケジュール管理アプリで入力していっちゃう。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。縦1列になって1人ずつライダーキックをしていくんですけど、12人目くらいでもう倒してて、88人で死んだのを確認する。見てられないよ。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。なんか全然目立ってないモスグリーンのオタクがなんかツイッターで熱心に普及してる。100人いる戦隊ヒーローで起こりそうなことを教えてください。ウィキペディア見たら赤い字の俳優がいっぱいいる。そうだね。個人ページがないから。個人ページがないよ。はい、罠だらけの本屋さんどんなの5分間スタート。罠だらけの本屋さんどんなの。うわぶっくりした。あー、いい幕開けですよ。赤川次郎の方、赤川次郎、赤川、あったあった、柵、刃物になってやがる。わらだらけの本屋さん、どんなの。はぁ、ひぃ、ふ、ふのコーナーにフリクションボールペンがあった。そうね、おわらだらけの。わらだらけの本屋さん、どんなの。畜生、なんてことだ。本に巻いてあるテープが透明じゃないせいで、どこに行くためのルームなのかわからない。わらだらけの本屋さん、どんなの。あれ、あの本ねえな、店員さんに聞くか。すみません、あの変な家知りませんか。あの変な家って本ありま、なんだ来たな。あなたは変な家を買う資格はありません。あなたが変な家を買うことはこの受け継が認めません。お正月みたいな水族館どんなの2問目。
たいな水族館どんなの。いやーパン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 、あペンギンよはい、お正月みたいな水族館どんなの。てんてれてれてれてん、大きなアザラシがいて全員が可愛いと思うとそのアザラシが吹っ飛ぶっていうシニアだ。おおすごい。はい、お正月みたいな水族館どんなの。やっぱお正月はさ水族館でゴロゴロするのが一番だよな。正月みたいな水族館どんなの。あのペンギンとマナティが一緒の水槽にいて、あの看板にあのペンマナっていうあの三択みたいなと名付け方がね。お正月みたいな水族館どんなの。あ、あの隣の、あのサンゴ死滅しちゃったんだ。いいね、遠い親戚じゃないですか。あんま合わないおじさんみたいに。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった、5分間スタート。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。ちょっと待ってください、ホリエモンさんまだ家です。置いてけ。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。ダメダメダメ、屋根どかせ屋根どかせ。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。え、あ、猫いない。なんだよなんだよ。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。使う前に一回振らなきゃ。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか出そう、なんか出そう、ちょっと待って、来た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 、地球は青かった。ありがとう。まだだろそれは。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。あ、おしっこ10リットル出そう。ロケット発射5秒前、4秒前、ちょっと待った、何があった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どれどれどれ。すごい、すごい。これは戦国時代の選挙でありそうなこと、5分間スタートです。戦国時代の選挙でありそうなこと、トトギス殺します。戦国時代の選挙でありそうなこと、皆様のおかげで当選ギャー。早速戦国時代の選挙でありそうなこと、皆さんも一緒にお願いします。せーの、織田信長をぶっ壊す。戦国時代の選挙でありそうなこと、あのポスターなんですけど、なんか全裸の女の人がこう、ま、Y 字してて真ん中に楽一楽座。戦国時代の選挙でありそうなこと、なんかもう演説を誰一人誰よりも頑張ってて、いいですか、戦はただの争いですって言ってて、そらそう。確かに。はい、アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、5分間スタート。アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、ここで登場、客先大爆笑、政権交代って書かれている。アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、自分の好きを押し付けないってだいぶ偉そうな。アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、実際に幽霊に会っているつもりでって書いてある。アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、借りた金はなるべく返す。絶対返して、アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、これで食っていけたらエグい、自家用車もって書いてある。愛嬌あるな。アホアホ怪談師のネタ帳に書かれていること、まあ、アホなりの線引きだと思うんですけど、お化けより怖いものは最終手段。確かにね。はい、標高 3000m にある中学校でありそうなこと、標高 3000m にある中学校でありそうなこと、帰りに火山灰を蹴って帰る。標高 3000m にある中学校でありそうなこと、なんか環境がそうさせるのか、めちゃめちゃでかいウサギに肉を与えている。なんかあるんだろうな、
3000メートルにある中学校でありそうなこと。やっぱ鉱山トレーによく疲れるんで、ケニアのマラソン選手がめっちゃ来てくれる。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。じゃあこの試合に勝ったら先生がおっぱい見せてあげようか。先生、おっぱいより東京が見てみたいです。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。修学旅行で低山病になってしまう。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。この中学校のあるあるなんですけど、この中学校の体育館の天井に挟まってるバレーボール、なんか白というか銀色に見える。なんかあんだろうな。標高3000メートルにある中学校にありそうなこと。昨日の分の給食が届いている。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。給食に出る超熱い豚汁がうまい。山の気持ちだもん。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。裸足で飛行機と追いかけっこする素敵な少女がいる。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。やっぱ標高高すぎて、まあ、普通の町とその日の入りの時間がもう全然違うっていうことを利用して、なんか完全にその地上の町だと違法な時間やろってぐらいまで補修させられてる。標高3000メートルにある中学校でありそうなこと。おい、花瓶割ったのか、高橋下まで買いに行ってこい。はい、全員初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。5分間スタートです。初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。いつもここで掘られてるんですか。全員初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。そうですね、やめますか。初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみるとどうでしたか。なんか今見るとなんかしょぼい桜しかないですね。それすらもね、初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてどうでしたか。なんかこの感じ、ボドゲカフェに初めて行った時以来ですわ。初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。うわ、セロテープぐるぐる巻きだ。なんかガキの知恵って感じっすね。やだこと言うなよ。なんか初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。なんかちゃんと伝わってなくてタイムカプセルを持ってきた人もいた。80ポイント。初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。うわ、めっちゃ硬い。ちょっと掘り掘りをアット熱さんやってみてください。オフ会だ。オフ会になってる。初対面の人たちとタイムカプセルを掘り起こしてみてどうでしたか。このおもちゃ誰のすか。このおもちゃ誰のすか。もう俺のってことでいいですか。はい、怪獣とお寿司が逆になっている世界、5分間スタート。怪獣とお寿司が逆になっている世界。うちのこちらは日本一へ、ビルフミネ。怪獣とお寿司が逆になってる世界。怪獣が来るとき、間もなく到着しますって、はま寿司のやつが流れる。あ、助かる。怪獣とお寿司が逆になってる世界。最終的に寿司に電車いっぱいぶつけて解決した。怪獣とお寿司が逆になってる世界。女の子がお寿司で遊んじゃダメですか。怪獣とお寿司が逆になってる世界。なんか失礼なキャバ嬢に怪獣が殴りかかってる画像が拡散される。はい、怪獣とお寿司が逆になってる世界。なんかお寿司の後始末っていうバックヤードをずっと見る映画がある。怪獣とお寿司が逆になっている世界。お葬式にいっぱい怪獣がやってくる。怪獣とお寿司が逆になっている世界。ショート動画で怪獣爆食いしてみたっていうので記録 0.02 体。多分相当食ってるんですけどね。それでも怪獣とお寿司が逆になっている世界。みんな大変だ。アメリカに知らない怪獣がいるぞ。向こうで独自のね。はい、今年の、はい、5分間スタートです。今年の漢字が犬になった年の出来事。今年の漢字が犬になった年の出来事。今年の漢字を書くお坊さんが
台まで書いてかなり溜めた後最後の点を打った。年の漢字が犬になった年で評定。一光さんが犬を連れたまま高速に入ってしまった。やばい。81だとしてもですね、今年の漢字が犬になった年で評定。坂上忍がテレビで犬って叫んだ後にチンチンコを出した。犬なんですか、それ。重要な箇所。今年の漢字が犬になった年の出来事。滝川クリステルがマルチーズ。メルチーズ。なんでそれ言ったの。今年の漢字が犬になった年の出来事。どうした坂上忍っていう年だったんですけど、これさパワハラだわ。漢字が犬になった年の出来事。犬になったの？どっくりした。そう、そうだった。この人、この人そうだった。今年の漢字が犬になった年の出来事。びっくりしておしっこ血泡っちゃった。かかってないから。今年の漢字が犬になった年の出来事。新総理大臣が犬に似ていた。かなり挑戦的だ。はい、無理やり勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーのプレゼントの後の5分間スタートです。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。俺誕生日なのに負けてもうて、もう今日誕生日やからお前の勝ちにさせてあげる。いや、もうそんなやったらもういいよ。実力で勝ちたいですもんね。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。早いから早生まれの勝ち。出瀬さん、勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。わかりました、ろうそく食べますやんか。そこまでするな。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。なんかすごいトーナメントみたいなろうそくが。どうなってんのそれ。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。はい、勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。誕生日席を作ろうとしすぎて変な机の形になってる。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。やったー、勝てました。本当に嬉しい、ありがとうございます。残りの364日が余韻になった。勝ち負けを決めることになった誕生日パーティーで起こりそうなこと。あー、スーパー誕生日だ。起こりそうなこと。一つ年を取ろうがよ、お前は負け組なんだ。ハッピールーズデー。やだこの野郎。はい、井戸端会議で議事録を取ってるおばさん、5分間スタート。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。今日もごめんね、あの最初からお願いします。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。ゴルフ場のペンで書く。クリップの井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。本当に簡潔にまとめたら国書だけになった。今はそうだろうな。今はもうその話しかしてないだろうな。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。議事録の隅っこに買い物メモを書いている。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。なんかこのおばさん一人だけ椅子に座っている。ちょっと偉いのかな。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。いいえ、高弘くんは奈良に落ちています。いいの過去の。井戸端会議で議事録を取っているおばさん。この井戸端会議の議事録は私おばさんが取ります。皆様、不用意な発言にはお気をつけください。ムカつくな。
ましょう。井戸端会議で議事録を取っているおばさん。お隣の小学生が帰ってきて、お帰りって書いてしまった。無意識に。井戸端会議で議事録を取っているおばさん。もう嫌、30人分の発言でまとめられるわけないじゃない。もう嫌だ、中止中止、やだ、なしなし、もうこんな会なし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 、私がなしにした。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。違います、鈴木さんはこの町で3番目にコロナになりました。いいじゃん、別に。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。議事録見せてもらったら、成田凌、鍵括弧、まだまだおばさんいけますねって、マジで誰も言ってないこと。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。理系のおばさんなんで、隣のタックンの身長だけなく、隣のタックンの身長の成長率のグラフも未熟である。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。娘が使わなくなったメモ帳で記録を取ってる。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。井戸端会議と見てよろしいでしょうか。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。学生時代委員長じゃなかった。やりたかったのでもなんか取り返してるんだ今。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。近所ではメモの田中さんと呼ばれてる。井戸端会議で議事録を取ってるおばさん。ピッ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 、はい、そこダメです、ダメです、カード出ます。井戸端憲法41条、生まれについてとやかく言わない。はい、移動手段が剣法しかない世界になりそうなこと、5分間スタート。いきましょう。移動手段が剣法しかない世界になりそうなこと。右足だけ2足買う。剣の方ね、剣の方減るから。移動手段が剣法しかない世界になりそうなこと。東大医学部、頭悪い。移動したが剣パしかない世界でありそうなこと。昭和までは女性が剣パになっていた。移動手段が剣パしかない世界でありそうなこと。剣パ、剣プシッパ、剣パって剣パのハーフパイプアタックみたいなやつがある。移動したが剣パしかない世界でありそうなこと。キモい競歩になる。移動手段が剣パしかない世界でありそうなこと。宮崎駿はパの部分を描かないことで知られている。移動手段が剣パしかない世界でありそうなこと。あの M1 で審査員が出てくるときに、その片足出しのシルエットが5人並ぶ。手段が剣パしかない世界でありそうなこと。元太と光彦と剣パミがいる。剣法しかない世界でありそうなこと。どこの世界にもイノベーションに優れた男がいる。片足で歩くのではなく、こうやって尻で歩けばいいということを開発した男、発明王クレヨンしんちゃん。移動手段が剣法しかない世界でありそうなこと。キムタクがインスタのストーリーに地面に手を当てて、おーとか、これはやばいみたいなのを書いてて、これ大丈夫キムタクみたいになったら、実は両足で着地できるかを測っている。だからだったんです、その理由がね。参加者が全員壮絶な空腹を迎えている。かくれんぼ5分間スタートです。参加者が全員壮絶な空腹を迎えている。かくれんぼココスに隠れた。参加者が全員空腹を迎えている。かくれんぼ。おい、早く隠れてくれよ、俺頭おかしくなっちまう。参加者が全員空腹を迎えている。かくれんぼ。でも倉庫に隠れたからなんかあるはず。布団の倉庫かよ。何もないな、そこには。参加者が全員空腹を迎えている。かくれんぼ。土を食べた。限界です。もう限界です。参加者が全員空腹を迎えている。かくれんぼ。よし、こんだけ高いと空腹も紛れるだろう。恐怖心で、恐怖で、もう参加者が全員空腹を迎えている。かくれんぼ。
ユニセフの CM。 困っている子供たちじゃないんですよ。参加者が全員空腹を迎えてる学年も、うわー見つかったーってめちゃくちゃストイックなやつがいる。あーいいよこいつ。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。5分間スタート。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。フロミュ。無理です。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。ビジネスメールいきます。いやいや、キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。ワーニング、このメールには謝罪が含まれています。なおさらやめろにじゃあ。ビジネスメールの書き出しを教えてください。山田様を日本国旗で挟む。ビジネスメールの吐き出しを教えてください。おはようございますっていう挨拶流行ってますよね。そういうことじゃないから。だとしたらすごいよ。キモいビジネスメールの吐き出しを教えてください。ビューン、突風失礼します。キモいビジネスメールの吐き出しを教えてください。 iPhone2 より送信。見たことない。見たことないよ実際それ。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。ぬきゃぬきゃ、今スルメを噛んでおります。打つ必要ないから。打つ必要ないから。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。先ほどのメールに不備がございましたので再送します。おすっこ。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。情報のうまみことメール。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。ドーナツの下半身を72ポイントにする。地のサイズ、地のサイズを。キモいビジネスメールの書き出しを教えてください。おっぱっぴー申し上げます。小島八千代さんですか。書き出しを教えてください。ビジネイております。最後に出ました。最後に出ました。ということで結果発表でございます。上位3名の方が準決勝に進むことができます。さあどうでしょうか。前回出た時は1回戦で負けちゃったんで、そうだからなんかこんな 黒くても黒が不利とかないですよ。僕も前回出た時1回戦落ちだったんで、今回上がれて嬉しいです。インナーが黒でも勝てるっていう。ありがとうございます。いや素晴らしい三位通過です。よ初めて来たんですけど、はい、行けました。いやすごい。いや僕はやっぱスーパー誕生日の時に勢い感じました、やっぱ。あれで8点取れる人いないですよ、だから。あ、才能です。あれで8点取れるのは、才能ですから。ということで、以上、大喜利人出しトーナメント予選でした。ありがとう。